こんにちは。即果塾にご参加いただきましてありがとうございました。まあ、今回はですね、実は一週間ほど前に即果塾にご参加いただいて、それから日々ね、こうやってやり取りさせてもらったんですけども、他の方にね、ちょっと紹介をしているのが遅れました。まあ、あの、熟成になったからといって全員を紹介するわけではないんですけども、あの、紹介をね、希望される方にはこうやって新しい熟成さん入ったよっていう風に紹介することにしてますけども、今回はですね、 なんか紹介していいような悪いような感じでございます。というのが、完全匿名、顔出しなしで稼ぎたいということでね、意思は固まってるそうなんで、まあ、そういう方がいるよってことはお話ししますけども、じゃあこの人の YouTube ですよとかね、この人のお顔ですよっていうのは、今のところなしということらしいんですよ。ただね、火の玉みたいに燃えてる方なんで、すでに、えー、と私とのやりとりで稼ぎ始めてるんですよ。いや、こういう方がね、たまに出てくるんですよね。なんか元々 なんんかそのポテンシャルがあったんでしょうねで、きっかけを求めていたところに、まあ、いろんなね詐欺商材に出会ってがっかりされていてで即下塾ってものをずっと見ていて最後に即下塾に来てくださったということですよね。でこの方の面白いところは一番最初に YouTube で私の動画を見かけてネットビジネスに興味を持ったんだけどもどうかな本当に稼いでるのかなこの人はと思いながらずっと放置して他の情報商材とかを なんかプロモーションにね、えー、押されてポチッポチッポチッとしてったらしいんですよそしたらまあドイツもこいつもどうしようもない人間ばっかりで稼いでないのに稼いでるふりしたりとか真、ま、っ向に詐欺しちゃったりとかしてなんかねすごくがっかりしたらしいんですよほんで3年ぐらい経ってで私の動画を久々に見に来たら「あれこの人まだやってんの?」みたいなねすげえなんかよく見たら「もう2番目くらい動画撮ってんじゃん」とか相当暇だなこの人はっていう風に私に感じたらしいんですよね でも待てよってその人思ったらしいんですよ。え暇でこれほどサポートしてるってことはあ本当にこの人稼いでるんだっていうふうに生活が安定してるんだっていうふうに受け止めたらしいんですよね。いやまさにね私ねなんか別の仕事を持ってて忙しかったらここまでできませんからね、うん、だからそれでもう察していただければいいんじゃないかなとじゃあ儲けてる証明はこれですよとか証拠はこれですよみたいなのねだからいちいちしなかったりとか預金つお 何預金通帳を公開したりとかねなんか売上の上んの実績表を見したりとかしないのはまあそういうことなんですよこうやって私の日々の活動を見てどういう人なのかな何を期待できるのかなっていうことをもうご自身で解釈すればいいと思いますよあのー、まあ私はねあのこれからもこうやって毎日動画を撮り続けますし、うん、それからサポートの内容も一部はねプライバシーに配慮しながらあ一般公開動画でお伝えしていきますので まあなるべく皆さんのね、えー、目の前には出ていこうと思うんですよで大体詐欺みたいな商材っていうのはサポートがなくなるでしょ、うん、で私返信しなかったことはないと思うんですよ遅くても24時間以内におおむね6時間から8時間以内に返信できてると思うんですよまあそういうレスポンスの早い業界最速の返信を目指してる私ですからね まあ少しはご安心できるんじゃないかなと思いますしまあ今こういう状態なんで難しいんですけども日本全国47都道府県アンギょとかねそれからあの私の自宅に招いて、えー、いろいろと面談をしたりとかっていうのも、まあ、結構多かったですね夏になったら私はビアガーデンとかもよく行きましたしね私ビールはもう飲まなくなっちゃったんですけどもとにかく関わりをねたくさん持つっていうことをして家族のように 過ごしてていいいきたいなっていうのが速化塾のが塾コンセプトですから、まあ、単なるビジネス塾っていうね、えー、そういったくくりではなくって、えー、ガッツンガッツンビジネスだけやってたのはあの2016年までなんですよそこからはねどちらかというとビジネスも私現役プレーヤーとしてあの共有していくんですけどもそれ以上にねうん,なんか自分がどういうふうな役割をこの人生の中で演じていくのかっていうことを考えながらそのためにお金が必要だよねみたいなそんな形になってますね。 いろいろと申し上げましたけどもこれからもよろしくお願いしますしっかりと稼いでいただいてとりあえずは副業収入1000万今年達成させましょうもう結構いくんじゃないかと思ってますけどねそれでは失礼します